どうもこんばんは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。7時半です。橋桁があった。あ、そうです。ごめんね。はい。旧道ですね。一応あのフェンスみたいなのがあるんで、フェンスみたいなのはあるんで、あの車は進入禁止みたいですね。で、車止めるところが分からなかったんだけど、奥の方にはあの駐禁じゃなくてあの止めるスペースがあったんで、そこに止めてきました。クマいるんだよな。クマがね、ちょっと待ってね、軍手して棒っこ見つけて気休めに、てか最初先客いたよね。先客今エンジンかけたから出てくんだろうけど、多分一泊したんじゃない。最近いるよね、廃墟群に一泊する人。いや一泊はいいかな。お風呂ないもん。お風呂ないのは嫌だな。画質下げてるけど、景色のこの良さは分かるんじゃない？分からない？分からないか。はい、あれは、落石中、寒く、手がもう冷った。あれ？手袋。やっべ、うちあの、黒い手袋忘れちゃった。ねえ、いやでも昨日雨降ったんでちょっと落石が怖いかな。もう今日は本当にもうあれよ、秩父最後だで。本当最後だで。あの行くの忘れた。あ、いやいや、行くの忘れたから。忘れたというか知らなかったんだよね、場所ね。この辺は本当に集落だらけで、しかもほぼほぼ灰になっちゃって、あと限界もあるんだっけ。なんかね、読めないんだけど、山って書いてつかむって書いてある集落、そこの道をずっとまっすぐ行くとさ、この道の裏道みたいになってるんだよね。なんかマップで見た。面白いで。こういう廃道大好きだからね。いやーでもさっきのナビには参ったわ。これ下もあれなんだろうな、廃道なのかな。今日はもう丸一日かけてこの辺をぐる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 回って疲れたら寝ます。この辺でこの辺で寝ます。着替えも持ってきましたからね。今日はバッツルグ、さあ、みな。石垣あんな。石垣がね、なんかあったんだろうね。でもなんかずっと喋ってないと熊とばったりの可能性あるからね。でもの上り坂喋ると苦しいんだって。昨日ちょっと
あれだったからね。昨日結局雨降ってたし薬飲み忘れたっていうのもあるから行くのやめたのよ。何この道、何これ、ここ行くの、行ってみる、ここ、ここ、何これ、ちょっと行ってみよう、またまたにっていう。あ、でもこのゴミがあるってことはなんか家ありそうだな。リンゴ探すぞ。これ当たりなのかな。あ、足跡あるね、誰かのね。当たりげ？あ、当たりっぽい。当たりっぺ。いや、でもうちトンネルも行きたいんですけど。トンネルも一体喋れない。これはクマの跡じゃない、大丈夫だ、まだ大丈夫、あれはイノシシでしょう、知らんけど。本当合ってんのこれ。大丈夫やな。あぼ。合ってるっぽい。合ってるっぽい。合ってるっぽいっす。やったよ、まこさん、見っけた。見っけた。見つけた、トンネルは、くぐらなかったんだね。え？獣が食った後？嘘？よし。安出の。お先見つけるぞ。やべえ。水忘れた。やべ、水がねえ、水がないのはやばいね。どうしようか。やべ、うち車の中置いてきちゃったよ、水。バカだな。あそこに崩れたお家あるけど、あんな崩れてないんだよな。バカだ。
ね、本当にもう。あれ怪しい。ああいう、もういや、ちょっと水分忘れちゃったんで、崩れた家はパス。怪しい家だけ探します。本当は全部回ろうかなと思ったんですけど、上だな、上結構怪しいな。あーいい、ほい、あーと、あの赤いやつとかね、ちょっと怪しいよね。時あった。ちょっと待って、いいか。一回ちょっと休ませて。